ヤマトカナエグモコーザアップスニポーニカスやギヌマ1963は小金グモかのクモ。網を張らず他のクモを襲って食べる。外見は四つでゴミグモによく似ている。体長はメスで3.5から4.5ミリメートル、オスでは2.5から3ミリメートル。頭胸部は暗カ主色で頭部が胸部より幅広く丸く大きく膨らんで盛り上がる。 側眼はその両端にあるため、中眼とは大きく離れてつく。腹部は円筒型で、暗褐色。背面の中央にはより暗色の幅広い縦帯があり、その中に数体の白い小さな半紋が並んでいる。ふわしは黄色く、要所要所に褐色の和紋がある。腹部下面は黄色で、両円と小中線が黒い。腹部後端は丸く終わるが、 背面中央と左右に先端が丸い突起が出る。和名は山とかない雲で腹部交端の形をかないに見立てたもので日本産の種であることによる。日本では本州、四国、九州に国外では韓国と中国から知られる。里山から山地にまで見られる。縁毛を張るのが普通の黄金雲かの雲では珍しく網を張らない。浅間他では黄金雲かの多種を 攻撃対象とし、その網に侵入し、網の主が接近したところで攻撃をかける、とある。他方、深海は雲食いであり、攻撃対象が、ゴミグモ類、ウズグモ類、ヒメグモ類、サラグモ類としている。また網主の獲物を奪う場合もあるという。生態は6から9月に見られる。乱能は独特で、褐色で、ほぼ休憩。 上端は急に細まって10センチメートルもある細長い柄に続く。往々に杉の枝先から吊り下がっているのが見られる。カナエグモ族には世界に約20種が知られるが、日本では本種のみが知られている。ところが、このクモはなぜかゴミグモ族の四つでゴミグモサイクロザ、しだき新たに非常によく似ている。大きさでは、この種の方がわずかに大きいし、形態的には、 本種の巨大な頭部は非常に独特で、腹部の反問も異なっているので、注意すれば区別は絶やすい。にもかかわらず、この2種は非常によく似て見える。この点については、小野県庁もそれぞれの種の項で区別に言及しているし、ヤギ沼の初期の図鑑では、この2種のみを比較した図版を、あえて用意している。この2種は属も異なり、系統的にも近くはないとされる。 似ている理由や意味などは、どこにも触れられていない。小野編著、P422 焼沼、P122 浅間ほか、P86 小野編著、P422 深海 P216、深海 P216、ありがとうございます。